丈夫ですか？悟空を倒せたところだ。邪魔をしやがって。俺の時だ。何さえなければ。どうやらここにいる3人ともお前のことが気に入らないようだぞ。そうだ、ここは3人であいつを片付けてしまうというのは。俺一人でも十分だ。まあ、地獄へ行け。現実地獄玉。たっぷりと借りを返してやる。すべてはあなたにかかっています。3人を倒す。地球を、宇宙を、時空を守ってください。この戦いが終わればマイナスエネルギーで宇宙の全てを破壊し尽くしてやる。それは困る。この宇宙は俺の支配下に置かれるのだ。あとのことが好きにしない。俺は俺の最強だと知っています。それだけだ。お前らの野望はどれも叶わないよ。この俺とこいつの力でな、ファイヤーパワーの凄まじさ思い知らせてやろうぜ。俺を倒してそれからどうする。またドラゴンボールを使うつもりか。そんなことは許さんぞ、この愚か者どもめ。確かに俺たちはドラゴンボールに飛んだのかもしれない。ドラゴンボールのおかげで、今回は悟空たちと出会う今があるんだ。みんなが守った世界を破壊させてたまるか。そこへ行け。電撃地獄だ。邪魔だよ。地獄へ行け。電撃地獄だ。少し遊びすぎたようだ。だが、俺の力はまだまだこんなもんじゃない。人造人間、最強の戦士のはずだ。17号、そっちの弾丸17号はそんな役じゃなかったはずだ。操られ、目的を見つけた強さは虚しいだけだ。
なんだよ。手に入れたはずだ。おめえもまだ本気じゃねえんだろ。やったな。今までいろいろありがとな。お前との戦い、すっげえワクワクしたぜ。あの妙な穴から出てきた二人はお前に任せるぞ。いや、それは俺がやっておきますよ。皆さんの戦いを見ていたら、いても立ってもいられなくなって。でも、チケットの必要なんてありませんでしたね。トランクス、いや、お前はあの時の。お久しぶりです父さん。先ほどの戦い、ワームホールが破壊され、歴史の改変はなんとか食い止められました。すべて正しい歴史に戻ります。おい、もう帰るのか。はい。父さん、どうかお元気で。お前もな。またな。おかえり。お疲れ様。
すみません。決まりを破って飛び出してしまいました。ほんとよ。ダメだって言ってるのに、びっくりしちゃうわ。すみません。まあ、いいわ。なんとかなったしね。これでワームホール騒動も一段落ね。そうですね。今度こそ完全決着です。おめでとう。今までのご褒美にプレゼントを用意しておいたわ。古今東西のグルメを集めたフルコースよ。こっちの建物よ。ついてきて。あの。覚悟しておいてください。今までで一番難しいクエストになります。時の海王神様の料理は邪悪竜よりもはるかに凶悪なんです。どうしたの？こっちよ。神様の手料理なんてそうそう食べられるものじゃないわよ。残さず食べていきなさい。